すごい。あれ船の眉毛。あれ？え待って。リニューアルしました。すごい。やば。これすごい。じゃあぜひ隣に並んでいただいて。ご本人さんですか。いやすごいよ。あれ本物？写真も撮っとこう。あの染め太郎に作ってもらいました。わらびに来ていただくということで。あ今日のためにですか？間に合わせてもらいました。ですってよ。でこれはあの影山社長のこだわりで、はい、お二人の身長を合わせて。すごい。そうなの、等身大だ。ただちょっと今ね、大の部分。まあ、でも。等身大。身長いくつですか？66です。166。すごい。すごいね。すいません、ちょっとどいてもらっていいですか？どいてもらっていいですか？え、船田選手は身長いくつですか？私65です。165。自称165。自称165。すごい、すごいな。しかもこれあの動画で伝わるか分かんないけど、めっちゃしっかりしてるんですよ。本当に。あ、本当だ。あれよね、あの雨に濡れても平気なやつ。わらびに来たから。そうだよ。あら、失礼します。あとでこれぜひあの、あ、なんか変わってる。聖地巡礼の思い出に一筆書いていただけると。ノート新しくなったんですね。ノートも、はい、新しくしました。これ来て書こうかなんかと思ってみたら、多分もうめっちゃあのスタンプをこのノートにバシバシ押すんですよ。そう。そしたらどうしたらそういういたずらがされないようになるかなと思って、いろいろこういうものを作って、あー、いやー、なるほど。社長。見たわ。見ました。感激しました。見に来た。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃすごくて。そこで作りました。いや、嬉しいです。私たちだけしかないですもんね。もちろん。それがもう。これね、あの、三笘くんとか、青くんにも作ってあげて。堀田も谷口も。はい。クロスターゲーたくさんやる。はい、そうですよね。これと同じ、あの本当に等身大の。彼らでかいんで、もうちょっと長いですけど。はい。これね、差し上げます。せっかくなんで、あの社長と3人で写真を。あ、ここで撮る。はい。人がいっぱい増えてきた。すごいよ。市民体育館。さっき柿順 T シャツ思い出して。わらび通ですよ。誰も今日来てなかったけど。彼女3回目ですから。あ、そうなんですか。4回目か。4回目だね。4でした。最初ね、小学校だけ一緒。わらび市民体育館。
つやってるんですか。6月の12日から月曜日の、はい、午後3時半から整理が始めて4時45分から講座開始。あ、月曜日なんですね。はい、一番いい時間です。7月からほぼ毎週のように動く予定で今ちょっと調整しておりますので、リアルワラビーズ誕生に向けて、ね、はい、ありがとうございます。そうですね、しましょう。ものすごく喜んでいただけると思うので、すみません、ありがとうございます。お題事を書くと叶うと言われているわなみのです。じゃあもう来年ウィリーグ優勝決定。でかくいきましょう。はい、おーい、サッカーを通してたくさんの人を笑顔に、サッカーの力で可能性を広げていきます。ウィリーグ見てね。イエイ、イエス。あ、ここサイン書いといた方がいいんじゃない、ここにね。いいの、スカイピースに会えますようにって。あ、大変、忘れてた夢が叶うの音だよ。まだ撮ってないんですけど、許可いただいてはーい。メッセージ巡礼記念。マジね、こういうの失敗するタイプさあ、お願いします。いけ、こい。あ、上手じゃない。おー、いいよ。じゃあ見せてください。あ、いいですよ、はい、はい。師匠もこういうのうまくやれるタイプですか。まあ、見といてください、ね。まあ、怖い怖い。3、はい、ここでも成功、ね、成功。それ成功なの。成功。そんなに濃い。私のついてないところにあなたインクついてますけど押しすぎじゃない。5月29じゃない。あ、なんかすごい濃くない。あ、成功成功ごまかしてる。合ってるのこれ。はい、力強すぎました。リンゴが鳴るって。リンゴが鳴ってるらしいです。わらびしに。わらリンゴシャーベットがあるって。わらリンゴシャーベット毒や。はい、シャーベット持ってきた。言ってみるもんだね。言ってみるもんだね。おう